ミルノビスタジオ、よいしょ。さあ、この番組はキンプリが出演するテレビやラジオ、そしてライブなどのさまざまな情報について発信していきますので、ティエラの皆さんはグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。僕らは日比谷ヤオンでイベントライブをすることを目標としておりますので、皆様応援よろしくお願いします。お願いします。永瀬廉君は、はい、言っちゃうというお話です。言っちゃう、言っちゃうんですよ、永瀬廉君は。何を言っちゃうんですか。これはその実演販売のバイトのそれでね、はいはい、ロケに行った時に、はいはいはい、初めね、うん、あの全然実演販売しなくて、はあはあ、で呼び出されて、はい、その先輩に、はい、実演販売やりましょうって言った時に、はい、永瀬廉君が、うん、絶対言ったあかん日のことを、その時に先輩に対して、うん、いやーはず言ってって言うやん。もう元も子もないというか、それでもどうしようもないでしょ。今からそのね、やらなあかんのに、しかも先輩それを仕事としてやってるし、それを習いに来てんのに、あいつ行ってって失礼やん、それちょっとすごいなと思って、永瀬廉君言うんやね。まあ、スタジオ爆笑してたけど、しかも自分で実演販売するときは、ハッピー太郎ですとかって名前もつけて、いざやったら恥ずかしくて全然やらなくて、ほんで やってくださいよって言われたら、はず行って失礼もう失礼や別に、ね、いやその言っちゃうっていう面白さ、永瀬廉君の。なるほど、いや面白いですね。爆笑でしたねもう久々に笑った。ほんまに面白かった。よく言うなよっていう、やっぱアイドルの廉君が言うから面白いですよね。確かに絶対言わない。確かにねなんか今までやったらね、やっぱそこはなんかこう、うんうん、ちょっとまだ慣れてないけど頑張りますみたいな。あ、そうやね。どっちかというとポジティブな方を言うのがう、なんかアイドルって感じでしたけど、そこまずいってそれを言っちゃうのはめっちゃ面白い、ね、芸人でもなかなかその切り込んだボケ、はい、勇気いるボケだけど、それをガーンと言えるのがおもろかったそれをやりに来てんねん。そうそうそうこれからの蓮くんの発言にね、はい、皆さんも注目してみてください。雑談タイムです。まあね、まあね、まあ恥ずかしいっすわね、うん、ああいうのってね、なんすかね、やっぱもうスイッチというかね、そのよしやるぞっていう、はいはいはい、あれをグッと入れんと、うんうん、やっぱ躊躇しちゃうし。そうやんな、はい、実演販売とかアドベンダーとか、ね、はい、やったことあるけど、はい、どうやっぱこう初めは勇気言いますね。あ、1日多分6回ぐらい、1時間に1回、1回で20分ぐらいを、うん、1日6回7回ぐらいやるっていうのが大体のコースなんですけど、やっぱ初めの時とかは、はいはい、それこそ人もあんまりいなかったりするから、はいはいはい、十字開始とかでそこまで集まらない、はい、地方とかで集まらない時あるから、はいはいはい、少ないと余計にちょっと恥ずかしくて、あ、なんか 2,3 人のだけが来てくれて、うんうんうん、そこでやるってなったら、うん、やっぱ一個恥ずかしさありますよ、やっぱ。あ、けどもういかなあかんからやるみたいな感じで。なるほどね。ちょっとガッとスイッチ入れて、ガッとスイッチ入れてもガバーみたいな感じだったりしたけど、確かにその気持ちは分かります。なるほどね、乗ってくるとね、どんどんね。あ、そうか、はい、でもやっぱ伸びたとかそういうのうまいから、はい、すごい記録とかね、出したりとかね、さすが、さすがですよ。乗ってましたね、一回だけやってました。あ、言ってましたね、うん、僕なんかたまたま、はい、すごいイベントで行かなあかんくて、うん、初めて実演販売の研修を終えて、はいはいはい、うん、初めての1日目 でなんかイベントで多くて、その全員を研修するすごい人と2つのブースで行ってくれみたいな、そういう動画もあって、緊張する、こんなすごい人と。って言って、その人はやっぱベテランやから、うん、みんなを研修する人やから、はい、すごい人も集まってめちゃくちゃ売ってて、ほうでもね、1日目で初めてで、うん、全然できんくて、でも人も、うん、なかなか集まらなくて、どうしようみたいな、うん、その人が応援に来て、とりあえず人だけ集めてくれて、ぶわーって集まってくれて、でこれはもうチャンスやと思って、そこでもう、一か八かやったらいいと思って、ギャグをバーンやったんや。おー、すごい。ほんなら、ぶわー集まって盛り上がって集まってくれてた人らが、シーンってなって、ってなって、で、パッてその研修の先生見たら、はっつーみたいな顔されて、やっぱーみたいな。滑ってるって。その人が心の声で、はぁ、ずかしいみたいな。経験者が。
ほんでもうみんなバーって帰ってきて誰を見せられて誰を見したんやそれっていうことがありましたねそれはハズいすごい気まずかったそれ気まずいなぁせっかく集めてくれたねそうで地方行ってて、はい、台風が偶然来ててでその気まずいまま、はい、帰れんくなってああありますねそういうのそう気まずいまま普通に1泊2日その人と、はいまあ、部屋とか別々やけど、はい、食事とかは一緒に集まってしまったっていう気まずいまま普通に雑談会話とかして一緒にしましたっていういやなぁそれは気まずいなっていうのがありましたね、はい、なるほど嫌な思い出がそれ以来言ってませんわギャグするからやんあんたギャグ滑ってるからやん仕事関係ないからああいう芸人やったらああいうねそれでも愛想笑いしてうおーとか言っていやーとか言って出ましたよみさん普段降りてるんですよとか言ってやってくれるあそれでも実演販売のプレイヤーが芸人ちゃうから一緒になってほんずーっと思ってドン引きしちゃって対応しきれずそうプロが俺はプロの芸人の滑るというやつやで見せつけだったわ見せつけんねんねそんなもんしっかりと勉強させちゃったわ勉強ならんやろそれやめたら言いましたもんやめたというか折れなくなった折れなくなったもういてもらういられないあ皆様ね、うん、実演販売には気をつけてくださいギャグにねギャグに気をつけてください滑りで滑りでありがとうございました